iPhone 16では生成 AI 機能が強化されると言われています。具体的には Siri が強化されて文章の要約や構成に対応したり写真やビデオの画質を自動的に向上させたりなどの機能が噂されています。そのため生成 AI 機能が強化された A18 チップが搭載されると言われているわけですね。 A18 チップが搭載されればアプリの起動だったりとか切り替えがより高速になる上に消費電力を抑えられるためバッテリーの持続時間が今以上に伸びるでしょうまた iPhone16 では 8GB の RAM を搭載するようです iPhone15 の RAM 容量は 6GB でしたので現在のモデルと比較をするとより高速に複数のアプリを起動させることができるようになります iPhone 15 Pro モデルでは 8GB の RAM が搭載されていたのでアプリやゲームなどの処理速度は現在の Pro モデルゲのアップグレードと進化することになりますね。 一般的な仕様には十分な性能が備わっていると言えるでしょう。対して iPhone SE4 では A16 チップが搭載されると言われており、iPhone SE3 で搭載されていた A15 チップから最大17%のパフォーマンス向上が期待されています。A16 チップは iPhone 14 Pro と iPhone 14 Pro Max に搭載をされていて、高度な処理能力と効率的な電力消費を兼ね備えているようです。また5コアの GPU が搭載され、グラフィックの処理能力も大きく向上しています。 ゲームや動画編集などを行う人は、より快適に使えるようになるはずです。他にもエネルギー効率に優れて、バッテリーの寿命を伸ばしながら、高性能を維持するなど、全体的により快適に iPhone を使えるようになったのを感じられるはずです。